北京政府に属した。はじめは暗記派、後に直令派に転じた。字は京、コモウコモアオ。兄は暗記派の四大混合の一人であるクモホ三島省演習府、数県、三津内総村の出身。父は、長生、母は、九死。幼くして、父を亡くし、兄のクモホと共に水を売ったり運送業を行って、 生計を立てていたが、14歳の時、少女の息子に水をはねて、罪に問われそうになったため、兄の雲鳳と母と共に夜逃げして、災難へたどり着き、染め布で生計を立てる。1898年、17歳の時園生街が、天津章丹で編成した、新し県陸軍の東方兵となる。二年後の1九百年、補正即生産防学堂に入学。 卒業後、江北、清家浦の陸軍第13根成協参謀官、蘇州根成協参謀官を歴任した。新外革命時、北洋第一軍参謀として、武漢三鎮鎮圧に参加。中華民国成立後、保定の北洋、第二祖寺備え保軍根成団団長、1914年8月、陸軍第8根成旅への改変に伴い、 第二団長となり、河南省の信用に移住。五国戦争後は暗記派に属する。1919年に、第八根性旅旅旅びに昇進、引き続き、帝州に駐屯。また、五個英を信用に駐屯させた。同地には、超雲龍率いる、第三旅び霊下の、第六団の一部が駐屯していたが、同年8月頃から、 給料の支給が停滞していた。そんな中、1920年春、グモミサゴの部隊のみ兄のクモ法を介して、カナン特軍、長より5万元の資金援助を受け取っていることが判明したため、4月4日、長運流の部隊で暴動が起こる。グモミサゴは、霊下団長の応援中を鎮圧に向かわせたが、うまくいかず、6日には、グモミサゴも一声を引いて、 鎮圧に当たった。この平変で80棟から350棟が、放火や、略奪の被害を受け、民間人80人以上が殺害された。被害総額は200万元に上った。7月の安直戦争で安期派が敗北すると、直霊派に転じ、ご敗不敗下となる。1921年8月の小学戦争では、昭洋南の第25子とともに、 観光に進出。全敵葬式に任せられ、8月19日、超高敵と、なぎさし境で激戦を展開し、22日に、占領するも、将兵の半数を失う。疲弊したグモミサゴは、鳥江山で、しばし療養を行う。同地は、公共疎開の外国人に、人気の避暑地で、多く別荘が建てられていた。 グモミサゴはそれらに反感を持ち、山頂に、音ト路と呼ばれる別荘を建てた。1922年4月に第一次、笹口じ戦争が勃発すると、視察に赴いた第11支視長の表玉将と、その霊下の第22二旅た長町の長農へ、第24次、第47七旅た長町の大ため、打つとともに、鄭州で、長の動向に目を光らせていたが、 5月5日夜、蝶の弟の蝶すぐる率いる80個営が、帝州を包囲。兵玉将が増援を連れてくるまでの間、蝶の営が全敵指揮となり、防御に徹した。しかし、帝州に事実上いた部隊は、大ため打つが1個団、蝶の営が2個営、雲モ佐サに至っては補充された新兵や、見習い軍艦ばかりの1個営で戦力とはなり得ず、 木内の広報防衛に徹した。間もなく竜薫薫、総鉄源の二段、固形翼の先制陸軍第一子、昭洋南の二個旅団が到着し、鄭州は、い囲いされた。10日、大戸喜びの第21混成旅と共同して、新洋に向かい、両家港を占領。翌11日には、長大関、民港を占領した。同年6月には、 ロヤマ県で貴族の長兄が2万人を先導し、暴動が起こる。長兄らは、一旦、安記賞に撤収したが、11月頭に再び、河南省に戻ってきたため、グモミサゴは、ご配布より、河南全省総被総司令に命ぜられ、16日、中馬店で、総被司令部を置いて、鎮圧に当たった。1923年、定州の、 第14師市,市長に昇進し、将軍府、井将軍に任命された。定州警備司令を兼任、同年の2.7大ストを、ご配布の命で、武力鎮圧した。1924年9月の第二次、笹口じ戦争に参戦し、山海間と旧華土口の間の角山寺、二郎病などに婦人したが、直霊派敗北と共に下野する。 1925年冬に、ご配布が、観光で再起し、14省うち続く、連根軍を組織すると、グモミサゴは、貫根軍副司令兼第一軍軍長に任命された。1926年春には、村連を率いる5章貫根軍第一軍軍長も、兼任している。グモミサゴは、 三島省の旧直令派部隊三個市を接収し、翌1926年1月、阿田栄血の第二祖寺軍、劉鎮下の戦艦軍と共に、竹一瞬率いる国民軍、第二軍が支配する河南省を攻める。23日、三島省大安の総アズ店で、理恵林、張し、総省と同盟を交わし、攻略のための軍事費30万元の支援を受ける。 2月17日に、既得に迫ると、第11市、第16旅長圏を東陳述し、核ぶり際は、無抵抗のまま既得を明け渡し、さらに、武志軍の米ぶり票も26日に開封を明け渡して、従属を表明した。28日、開封各団体の指示で、河南全省保安司令に就任、鄭州へと進軍を開始した。 3月2日に、武一春は、帝州を放棄、落与へと逃走した。河南省掌握後、グモミサとは、対照的に、信用攻略で新産をなめた阿田英傑と互いに、権力の座をめぐって争ったため、朝廷に乗り出した。ご配布は3月17日、グモミサゴを、連根軍副司令兼河南省長に任命する一方、阿田英傑を、 余軍総司令権家難ただし弁の職務を担わせた。財政政策で用銀を使う決定を行っている。また、ご配布より、阿田英決と共に、阿辺の取締り強化を命じられるが、実際に取締りを担当した、学二密は、阿田英決の配下の人間だった。その頃、南からは、中国国民党の北伐、北からは、張作林の法天派が迫り、 ご配布の内族、貫根軍は、次第に追い詰められつつあった。グモミサゴは、ご配布に、兵玉将と手を組み、長作林と対抗することを、提言したが、逆に、長作林と手を組みたかった、ご配布は却下した。グモミサゴは、国民軍出身の伝ただし金と共に補定で、国民軍の角地中、小ブリエと接触、また朝練を介して、 南京の孫伝法と、半竹氏を介して、三島省の李慶林と内通し、打倒遠釈さん、超作林の計画を進めていた。しかし伝ただ金と最小元に密告され、5月31日、視察のため赴もむいた、ご配布より、遠釈山も同席していた、石火層の軍事会議の場で突如領職の解任を、通達された。 公認省庁には熊日の絵が就任した。6月に、反省衆が、東方で挙兵すると、主として、阿田栄傑が鎮圧に当たったが、熊美佐子も7月18日、ご配布の命で直令と補定に駐屯していた、自身の部隊を省内に戻した。8月31日、竹明夏警備総司令に任せられ、9月2日、 内族ぞく、つらねぐ副総司令に再任される。9月6日、観光が、国民革命軍によって陥落させられると、ご配布も河南省に逃れてきた。12月上旬、竜鎮火救援のための作戦会議に招集され、ぐもみさごは、河南省南部の防衛に専念すること、第二十四市長の伝ただ資金を、内族ぞく、つらねぐ副総司令兼延選軍総司令として、 派遣することが決まった。会議後、給料の地帯に不満を持っていたグモミサゴは、機密情報だった、ゴハイフとの所管のやり取りをマスコミに公開。25日、ゴハイフは、ぐずぐずして進まず、選挙区を誤ったとしてグモミサゴの二度目の更鉄と、公認に、あだエイを立てることを告げた。憤慨したグモミサゴは、霊下部隊に、ご配イとの決別を表明。 第十四市、第二十七旅町のリュウツチカウチョがまず賛同を表明し、1927年元旦、第十四市市長の江南寺霧、第十一市市長の宝平君、第十七市市長の両子とぶき安志らもらザンに集まると、部隊の接収に迫った大英傑や伝忠資金の第十四に反撃を開始し、鉄道を封鎖、民工、中馬店、西平、城、 次々と制圧して追い詰めていった。1月10日、グモミサゴは密かに南省に赴き、紹介席と、カケルクレ反ンサ,サグの放シニアゴハイフ残部の粛清について会談。また同日、武漢国民政府も、王方金を河南省に派遣、ラザンに革命傾向のある召喚を集めると、カケルクレ反射サグの計画を表明した。1月17日、ゴハイフは、 阿ダエイを、カナンた弁から解任し、18日、三国軍を、要する、内赤連根軍第三軍団軍団長に命じた。19日、江南寺霧の、第14市は、上にて、阿ダエイと交戦。その間にも、小西部では、国民革命軍第五祖事軍が迫っていた。20日、ご配布は、大以上、大田めうつらを集めぐもみさごの処遇について、 講じたところ、和議を求める声が多数だった。21日、両軍は停戦。疲弊した阿田栄はは25日に辞任を申し出ると、2月7日に、河南省を出て法天派に投稿した。その翌日の2月8日、暗黒軍大元帥の張作林は、ご配布が武漢を奪還できないことにびれを切らし、遠暮れを名目として、河南省進出を宣言。半林春。 長学寮を率いる第3.4方面軍、及び長総将を率いるジカロ・ツラネ軍が迫りつつあった。10日、ご配布は、帝州に敵級軍事会議を開き、長作林と戦うか否かを議論していた。参加者は、学に蜜ら連携派と、大目め薄ら徹底抗戦派に二分され、会議は紛糾していた。グモミサは港南寺霧の第14市を帝州に派遣し、 張作林と戦う、よう、ご配布に迫った。ご配布は、グモミサゴに、全軍式を任せ、張作林と戦うことを決意する。12日、グモミサゴは、大ためメ、ウ旗徳順が自身の直属の部隊のホカギマスゾーラ、直霊派の残軍、米振ブリの武ケ軍を集めて、カナン保衛軍を設立。総司令として一時は自立する。しかし、米ブリ、 ひょう、かくぶり災らは相次いで離反を表明。27日、自家の貫根軍は、厨房に到達し、帝州に迫りつつあった。3月1日、新帝にて会議を開き、義マス像を副司令、ご配布の残軍を16個軍に再編し、伝ただ資金、大ためうつらを軍長とすることとした。この時、表玉将ともすでに内通している。十五日、 ご配布は、丁州を脱出し、落与へと逃れていった。グモミサゴは、ギマスゾウ、デンタダンと開封防衛に徹するが、17日、丁州を奪われ、巨匠へと撤退。20日、江南寺霧の、第14市が丁州を奪還する。江南寺霧は4日にわたって、攻防戦を繰り広げ、25日の朝に、装甲車3両を率いて、決死隊を組み、 定州南港にて、暗黒軍の装甲車と交戦、砲兵の兵舎砲に撃破され壮絶な最後を遂げた。その間の22日に開封も、ジカロ・ツラネ軍の孫殿栄に奪われた。グモミサゴは4月3日より14日まで3度に、渡り信用奪還を試みるが失敗。その頃、武漢国民政府は4月12日、河南省への北伐を決定。 18日、兵玉将率いる第2集団軍が進軍を開始した。また20日、上にて武漢国民政府より派遣された宇宙徳を主席とする労岡南軍民代表団の慰問を受ける。5月1日には湘南東部の城西県に追い詰められ、宇鎮率いる暗黒軍大従軍に包囲されてしまうが、長八家率いる。 国民革命軍第1集団軍第4方面軍第1重隊と劉鎮火率いる第2集団軍あずま軍によって城西は海が恋された第4方面軍左次軍に再編され劉強率いる中次軍と共に北上両軍はさらに進軍を続け河南省から暗黒軍を駆逐6月10日に行われた定州会議の結果河南省は 第2集団軍総司令の氷玉将の管轄となり、11日、雲三ミサは、第2集団軍、第2方面軍総指揮に任命され、霊下部隊は、旗特巡の一個軍に、縮み編された。ところが9月4日、再び、ご配布の擁立を図ったとして、氷玉将より解任を通達され、後任には、グモミサの部下だった、うま地が任ぜられた。8日、 上にて独立を宣言し、拒兵、方、新部の第三集団軍の一部も参加した。北部の巨匠に兵を進め、第二集団軍主力と交戦する。11日、南大石橋市の戦いを経て、巨匠から撤退し、林英県へ逃れた。しかし、孫和明率いる第二集団軍第一方面軍が、上、制圧、また南からも、 孫連中率いる第2集団軍第一級方面軍が西平県を制圧した。14日、氷玉省は総攻撃を命じ、城、巨匠、林営新帝にて激戦が繰り広げられた。北上し、開封へと兵を進め、15日、医師圏を確保。しかし反復、定期未成、石友さんに撃破され、18日、安記省に逃れる。は、 小解析を頼ってその下に逃れる。間もなく南京の国民政府で、軍事参議院上昇参議に任命された。1930年に、中原大戦が勃発すると、河南戦武士兼任。同年間もなく引退。実業界に転じ災難で庭園の貸し出しを営んでいた。1935年10月23日、北平で死去。去年55。 ありがとうございます。